ある意味洗脳状態に入ってるんですよね、うんうん、その人支持者 自身も、はいはい、まあ、あと周りも守らなあかんから、はい、あと守らなあかんし自分らも言ってきたことをつじつま合わせていかなあかんから、ね、だってそれは焦ると思いますよ、うん、この国を守るとか、はい、なんな韓国や北朝鮮に負けてられへんでって言ってるのに、はい、もう多額のお金を送ってるわけでしょ、そうそうそう、情報とともに、はい、もうめちゃくちゃじゃないですか、はい、ほんならやっぱその人たちの信頼を損ねてしまうから、はい、支持者のね、うん、つなぎ止めようとして必死なその、まあ、いろんなあることないことを話をしてつなぎ止めてる感じだけど、はい、なんかでも本当にまあ、こんなにも自分ね、まあ、もちろん日本好きやし日本守っていかなあかんって私はどっちかって思ってる方やから、でなんかこんなにもほんまに日本を憂いてて日本を、まあ、愛国心みたいな日本を愛している人間っていうものはほんまにその中枢にはいなかったんやなっていう、ね、そ の、 びっくりするね、ショックというか、うん、こんなにも売り渡されてたんや日本っていう、だからそのネットを言って言われてる人たちは、はい、まずそこ売れないといけないじゃん、一回一回みんなショック受けた方がいいんですよね、受け止めなあかんね、そうなんですよ、うん、でね前々からね日本にはスパイ防止法がないから、はい、スパイ天国やスパイ天国やってずっと言ってたわけやんか、うん、はい、まさにスパイ天国や、そうですよ、そりゃそうですわ、そういうところの信者 を、うん、ね、を国会に入れて自分たちの選挙応援させてどうすんねやと、うん、で秘書までにして、いや、もうやりすぎやわ、ね、そこで結局はその政治家の弱みとかも手に握られて、ハニートラップみたいなもんじゃないですか、言ってみたら、うん、だからネット上の人よく言うのは中国に行ったらみんなハニートラップにかかって弱み握られて、うん、橋本徹さんも何も言われなくなってるとかよく言うんだけど、うん、君らが応援する自民党の議員さんも秘書に入れることによって全部の情報がつかまれて、うん、弱み握られてしまって、うん、結局そこと延期すら言えないし、うん、何も言えなくなってるじゃないですかと、はい、だからまさに一番あなたたちが恐れてる姿が自民党というこの与党の中で全てが起こってるわけですよ、そうです ね、 ね、危惧してることが、うん、でこれに対して危機感を持たないといけないのに蜘蛛の糸みたいな細いところをこう捉まえていやだから大丈夫なんです、だからこの人たちはそうじゃないんですとかいうことすがってるわけでしょ、うん、すがり抜いてるわけじゃん、ね、でこのすがり抜いてるあれに NHK の報道とかがさ加担してるわけじゃん、うん、びっくりしますよ、 NHK ね一言も言わないんですよ、うん、統一教会のトの字も出てこないんですよ、うん、これだけね、世論調査したらね、その統一教会とその政治家の関係をね、うん、ちゃんとしないといけない、調査しないといけないというのが8割に上ってるわけよ、はい、うん、この国民の声を無視して、うん、国民の放送局と言われてるところが公共放送ですよ、うん、そうですよ、国営放送じゃなくて、そうですね、公共放送がそういうことを言われてるということすら言わないんだもん、うん、これどういうことなんですか、だからよっぽどなんやなっていうその気持ち悪さがありますよね、うんうん、多少別にね、淡々と言ったらいいんじゃないですか、いいんですよ、うん、その NHK のね、うん、こういう問題がありますぐらいのね、ぐらいのね、うん、言うてくれたらまだね、うん、あ気を使ってかばってるけどもまあなってなるけど何も言わないということはちょっと怖いんですよね、そうそう、だから事実を伝えるというのが報道であって、うん、まあ、こういうこと起きてますけどダメですよねとか、まあ、うん、こんなこと起きてますけど毎日暑いですねっていうのかっていうのはもう別にいいわけですけど、はい、伝えんくなったらもう終わりやなと思ってて、であれね、うん、ニュースなんとかとかいうのは大体今日のニュースで出てくるわけですよ、うんうんうん、その重要なもの順番にね、はい、ペロシなんか台湾の、うん、ね、行くとかなんかこうトピックが出てくるわけよ、うん、ね、あれずっと見てんねんけどね、うん、ね、旧統一教会どうのこうのという方がちょっとでも出てくるかなと見てんねんけど、うん、出てきたことないね、うん、でそれだけ統一教会を差し置いてでも言わんたかんことが盛りだくさんかなと思ったら、うん、3年ぶりに花火大会とかね、うん、別にええやんまあね、そんな、なんかいつか連続、うん、なんか真夏日とかさ、そうね、そんなのが出てくるわけよ、かき氷が売れてますとかね、うん、いやそれはあのと、まあ、なんかよっぽどだからよっぽどなんかやねんな、でやっぱり世の中には NHK しか見ない人もきっといると思うんですよ、うん、いますよ、たくさんいますよ、だからそういう人たちに向けてはもう隠したいんやなっていう、うん、そうなんですよ、まあ魂胆がね、だからそういうことなんですよ、結局自民党もそうなんですよ、うん、なんであんな言い方してるかって一言みたいな言い方してるかって言ったら、うん、もうそれで押し切ったら、うん、それで忘れてしまう人がたくさんいるだろうと思ってるわけですよ、うん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 、で NHK も自分とか言わなかったらそれを知らないまま過ごしていく人もいるだろうと思ってるわけですよ、うん、そのためにああやってるんですよ、うん、でこれってものすごいこれ犯罪ですよ、言うてみたら、うん、
正直な話、うん、だから僕ね NHK っていうのはね良心的な番組もたくさん作ってるし、うん、そのドキュメントとかには、ね、はい、他のやっぱお金が潤沢にあるということもあるんだけど、そのあれだけど、うん、でまあすごい良識のある人たちもたくさんいると思うんですよ、うん、ただですよ、ただ例えばね内閣総理大臣、うん、この人の年収年俸はね大体2600万円なんですよ、うん、高いか安いかはまあ置いといて、うん、NHK の幹部、うん、3000何百万なんですよ、うん、年収が、はい、一般職員が1800万なんですよ、うん、年収が。で今大体多いフリーターみたいなのは年収107万ぐらいなんですよ、うんうん、そうね、年収107万と年収1800万ですよ、うん、それは NHK の職員もその自分の職を捨ててまで、うん、統一教会選んだかんでみんな国民知りたがってるのになんでやらへんのという声は上げないだろうなと思ったんですよ。まあね、これまあね、うん、要は給料高すぎる、うんうん、半分で、うん、半分で目をもらってます。半分で900万ですよ、うん、年収。そうですね、うん、だからこれがあるからね、要はいくら良識のあるいくらいい人でもね声を上げないんですよ、うん、と僕は思いますよ。1800万の年収捨てますかって世界ですよ、うん、まあね、だからその1800万円分の仕事をしてくれたらいいんだけど、そうなんですよ。それをなんかこうね結局そこをこう弱みじゃないけど握られてて、そうなんですよ、上の言うことしか聞かれへんっていう、うん、まあそれはきっと心ある方もたくさんいらっしゃるからやきもきされてる人もいるでしょうね、はい、いるけどもね、上さえちゃんとやってくれたと思ってる人いるけども、自らその首を覚悟で言うということまではいけないんですよ。そうですね。